おはようございます。2022年9月3日土曜日の朝です。今日の体重は 64.90 でした。体脂肪率は 38.0% です。おはよう、アビラちゃん。今日も天気いいですね。天気今日明日といいみたいですね。そう、そして昨日頑張ってここ草取りしたおかげでめちゃめちゃスッキリしております。よかった。やって、今日もですね、なんかいろいろできることあるかな、ちょっと考えながらですね、いろいろやっていきたいと思います。今日の朝ごはんです。今日はなんじゃこれご飯です。入っているものはトマト、インゲン、ナス、ソーセージ、ニンニク、パセリ、ペンネで塩コショウで味付けしております。その上に目玉焼きのけ、あとはいつもの酢に豆乳を入れて食べます。午前中はですね、家の中で結構のんびり過ごしました。ネットフリックスなんか見ちゃったりしてですね。で、これからですね、お昼ちょっと外に食べに行くことにしましたので、お出かけしていきたいと思います。隣の隣の隣町、栗山町というところにあるお気に入りのラーメン屋さん、大宝に来ました。今日はですね、思ったよりも行列少ないですね。よかった。じゃあ並んで食べたいと思います。こちらのラーメン屋さんの嬉しいポイントは低糖質麺に変更できることです。今日は練り味噌ガーリックにしました。食べます。こっちが普通の麺、こっちが低糖質麺。食べます。すっごい美味しくて大満足です。めちゃめちゃ汗垂れてきてますけどね。あー、美味しかった、大満足。先ほどのラーメン屋さんから車で10分くらいのところにある岩見沢市ってところまで来てみました。こちらはですね、ノースファームストックっていう、いろんなですね、なんか北海道食材とかをいっぱい使ってるパンケーキミックスだったりとか、なんか加工食品とかがですね、すっごいおしゃれなパッケージで売ってるところなんですよね。何回か来たことあるんですけど、行ってみたいと思います。お庭が綺麗ですね。本当はお腹空いてたらここでホットケーキ、2階にカフェスペースがあるのでホットケーキとか食べれるんですけどね、めちゃめちゃお腹いっぱいで全然食べる気になりませんでしたので、とりあえずいろいろ見てきました。パッケージとかが可愛くてですね、楽しかったです。ノースファームストックからまた車で10分くらい走りました。今度は道の駅三笠に来てみました。ちょっといろいろ見てこようと思います。なんかいろいろ美味しそうなものありそうなんですけどね、まだお腹いっぱいなんですよね。美味しそうなものいっぱいあったんですけど、やっぱりまだお腹いっぱいでですね、全然食べれませんでした。でもうですね、今もうちょっとで3時半くらいなんですけど、家の方に向かって帰ろうかなって思います。なので一応ですね、コーヒーだけセブンイレブンでアイスコーヒー買いましたので、飲みながら帰りたいと思います。じゃん、なんか懐かしくないですか、このなんかお米の爆発したやつ。これ三笠の道の駅で買ってきました。でよくよく見たらですね、一袋全部食べても291キロカロリーで、入ってるものが玄米と天才糖とオリーブオイルと自然の塩だけっていう、体にいいおやつですね。買っちゃいました。ちょっとだけ小腹が空いてきたので、ちょっとだけ食べたいと思います。食べます。思いがけず楽しいドライブになりましたね。急に行きましたけどね、安全運転で帰ります。帰ってきましたよ。今ですね、16時30分です。なんか楽しいドライブになりましたね。中入ります。エリコロの動画、思いがけずですね、三笠の道の駅まで行けましたので、いろいろ買ってきました。一応これは手前のノースファームストックで買ってきた、ちょっと神棚とか仏棚にお供えしようかなと思ってきて買ってきたおやつですね。あとこちらのフルーツですとかレタス、あ、これなんか椎茸たっぷり入ってですね、300円でしたよ。
あと味噌とかですね、これもちょっと3分の1食べましたけど、これとかですね、シシトウ、オクラ、枝豆、これもなんかこれで、ね、300円くらいだったような気がする。そう、あと生姜とか買ってきました。いろいろですね、アイスとかドーナツとかすっごい美味しそうなものいっぱいあったんですけど、なんとかラーメンでお腹いっぱいだったおかげで買い食いはしないで済みましたね。そんな感じでこれをいろいろ美味しく食べたいと思います。ちょっとですね、日が暮れる間までのちょぴっとの間だけこの辺の草取りやっちゃおうかと思います。なんかすっごい蚊が出てきたのでですね、今日はここまでにします。ここだけ30分くらいやりましたかね。それでもですね、じゃあ中入ります。というその前にですね、超今日は天気が、夕日が超綺麗、すごい綺麗な夕日ですね。明日は天気良くなりそうですね。今日の夜ご飯です。今日はソイの味噌焼き、きゅうりとオニオンスライスに鰹節のっけ、ナスビとシシトウの煮浸し、生姜たっぷり、おつゆはインゲンちゃんとしいたけ、玄米、白米、もち麦と八穀ご飯で食べます。パスカットと桃食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日はですね、土曜日っていうこともありましたので、午前中ちょっとのんびり過ごさせていただきまして、その後ですね、お昼外で食べよっかっていうことで旦那さんのリクエストで、私今北海道の阿比良町っていうところに住んでるんですけども、隣の隣の隣町の栗山っていうところのですね、お気に入りのラーメン屋さん大宝っていうところに行ってきました。そこですね、本当美味しくって、最近ラーメンといえば大宝のラーメン食べたいと思うくらい気に入ってるんですけども、そこ何が一番嬉しいかというとですね、なんとなんと低糖質麺があるんですよ。それが3分の2カットもカットしてくれてるのでですね、なんかラーメンってダイエット中ちょっと罪悪感感じちゃうんですけれども、3分の2カットの糖質麺があることによって、なんか罪悪感ちょっと拭えてですね、美味しく食べることができました。でもやっぱりですね、塩分とか結構多いのもありますのでですね、ちょっとまあその辺は気になるところではあるんですけれども、すっごい美味しくいただいて大満足で帰ってくることができました。そう、その後はですね、ちょっとドライブがてらその先の方にどんどん行ってみたりとかしてですね、ちょっとお野菜買ったりなんかして楽しむことができたので、なんか今日は大満足でっていうことになりましたね。そう、それで運動の方はですね、今日ちょっとサボっちゃいましたね。さあ、そう、ちょっとお庭で草取りはしたものの、あれは全然もう運動にはならないレベルの草取りだったので、明日以降ですね、また体動かせるタイミングがあったら汗かけるような体をですね、動かしたり運動したりとかして頑張りたいかなって思っております。まあ、とにかくラーメンの思い出があればちょっと頑張れるかなって感じですね。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。